縦スイングする、縦スイングするとこう腕が動かないから、やっぱ腕を使わないバッティングっていうのを目指してるから、ずっとルーティンみたいなのを聞きたいなと思ってて、まずはネクストではなんかどんなことを準備してるの？やっぱりね、ピッチャーが今何を変化球コントロールできてるかっていうのと、あとその前のバッターがその塁に出る出ないとか、なんかね、5パターンぐらい考えて、そうだね、初球何投げてくるかな、初球こうなったら次これ投げてくるだろうなみたいな、やっぱ配球をずっと考えてるかな。考えての準備みたいなことの比重が多い感じ。そうね、基本的にはもうね、なんだろう、アマチュア野球って1試合1試合だけど、そのペナントレースは長いから、もう配球のこと考えることが結構多いかな、俺は。動作で肩でやることとかある？なんかスイング、こういうスイングするとか、こういうストレッチする？あのね、この縦スイングする。あの、イチロー選手がよく縦スイングするけど、俺も結構縦スイングするかな。そう。それは何のためにやってる？やっぱりよくっていうか、日本で結構教わったのは、この上からこうやって打てって言われるんだけど、こうすると、この腕がさ、出てくじゃん。この時点腕使ってるのね。だけど、この縦スイングすると、こう腕が動かないから、やっぱ腕を使わないバッティングっていうのを目指してるからずっと、そう、その意識づけ、高校生からこの縦スイングはずっとやってるけど、その時の意味はあんまりよく分かってなかった。でもね、高校生のバッティングは俺の中で結構理想だった、ずっと、そう、なんかその時ホームランもいっぱい打ってたし、なんか高校生の時のように打ちたいなっていうのは密かにずっと考えてた。でもそれができなくて、で、まあ癖のようにこれをやってたんだけど、まあその日下部選手に教わってから、これの意味は自分の中で結構、なんだろう、結論付けられたっていうか、そう。ネクスト終わってまた入るまでに、なんかこう必ずやってるルーティンとかある？あのね、視野を広げたようと思ってて、だからわざと結構観客とかをこう見て、そう、なんか、あ、今こうやって応援してくれてるなとか、そういうのを視野広げてわざと見ようとしてるかな。あ、そうなんだ。こうならないように。だから結構、なんだろう、三塁のベンチにいたら一塁の観客をバーって見たりとか、一塁のベンチにいたら三塁の観客バーって見たりとかする。あ、そうなんだ。へえ、それ面白いね。他にはある？まあ、あとはバッターボックス立った時にポジショニング見るかな。あー、なるほどね。そうで、ポジショニングで人がいないところがいたら結構そこを意識づけして打つ。なんか結局人がいないところに打ったらヒットだと思ってるから、俺は。その、そこのポイントまでに、打つっていう技術が高ければ高いほど、やっぱヒットは出るのは確かなんだけど、詰まってヒットも出るし、この、先端に当たってヒットも出るわけやん。それって人がいないところに打ったらヒットなわけだから、だからこうやってバーって見て、人がいないところ確認して、そこを目指して打つようにする。だから4月は、どっちかっていうと、なんだろう、マシンし、ミートした打球結構取られてて、結構ね、俺は、その、いい当たり取られると、こう落ちていくっていう傾向があるから。ああ、なるほどね。そう。だから打席の中で 100% で振ったりとか、50% で振ったりとか、なんかいろいろやり分けてる。なるほど。で、チームは、9連勝、15年ぶりの9連勝、あの、4月にできて、まあ、今、首位争いしてるんだけど、まあ、チームの状態もすごいいいから、まあ、これを維持できるように、やっぱ頑張っていきたいなっていうふうに思う。なんか、すごいめっちゃ綺麗のが一個あって、結構、なんだ、
試合中とか、まあ、ベンチとかグラウンドでもそうなんだけど、結構こうなんか楽しそうにプレーしてるというか、うん、イメージがあるなと思ってて、そのあたりは何か心がけてることとかってあるの？あのね、まあ、正直なんだろう、野球がいつまでできるか分かんないっていう状況ではあるから、なんか一日一日がすごくなんかもったいなくて、そうだから今は本当に純粋に楽しんで野球やってるかなっていうふうに思う、うん、うんうん、もう一試合一試合楽し、あの大切にしていこうみたいな、そう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 、なんか最近思う、今24試合終わったんだけど、まあ逆を返せばあと120試合しかないから、そうそうそう、なんか一日一日大切に、なんか悔いないようにあの生きていこうと思って、だからそういった意味ですごい逆に楽しいかな、うん、うんうんうん、でそれにさらに結果も今ついてきてるから、そうやっぱりずっと言ってるんだけど、1年目2年目その準優勝で終わって、その目の前で優勝してるチームがこう真ん中に集まって嬉しそうにしてる姿を2回見てるから、やっぱ1回せっかくね、そのね、野球やってるんだったら優勝したいなっていうのがあるから、やっぱそこを目標に、なんかね、もう自分の結果とかあんまり気にしないんだよね。チームが勝てばもう OK、 なんかもう自分がその日打てなくてもチーム勝てば全然もう OK って感じ、うん、もう本当にチーム第一で今考えて野球してる。うんうん、2本ホームラン打った試合あったじゃん、うんうん、あの試合打席はなんかどんな感じだったの？まあ1本目はなんだろう、あ、まあ2塁打かなっていう感じ、うん、そうで2本目はね、あ、行ったなって感じかな。あ、そうなんだ。そう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 、なんか特に別になんかこう狙ったりっていうわけではなくて、あ、でもね、2打席目は2打席目は打った球絶対まっすぐだと思ったから、ちょっと狙いに行った、角度つけて、もうワンタイミングでフルスイングした。今後の試合に向けてなんか方法とかある？まあ5月、まあ個人的な目標ないって言ってるんだけど、やっぱ3割はしっかり打ちたくて、まあやっぱでもチームが5月終わった時点でやっぱ1位にいることがやっぱ一番かな。うんうんうん。あとはもう怪我なく、自分が怪我なく毎日プレーできるように体の管理をしっかりするっていうのが一番大事。やっぱ怪我したらね、体力と怪我だけなかったらある程度できるなっていうのが去年のあの総括だから、体の管理はしっかりしたい。オッケー。あんたからも頑張って。オッケー。